今回は5月29日開催のマルレック基礎情報とエントロピー入門のショートムービーの第3弾です。今日はあのボルズマンのエントロピーからシャノンのエントロピーを導いてみようというふうに思います。えっと、最初にあ,のあまり深入りはしないんですが大ざっぱなあのエントロピーの定義をそれぞれ見ていこうと思います。 まあこれはボルツマンのエントロピーですね。で、K ログ W。で、W っていうのは、あの、ある K の状態の数ということになっています。これは、あの、ボルツマンの墓にも、あの、こういう形で、あの、刻まれていますね。もう一つ、今回、目標としているのは、シャノンのエントロピーっていうのは、こういう形で、まあ、 HX で、K、の PI の PI の相和という形で。まあ、これはあの、分布 X が与えられたときの、それぞれの事象 I の確率を、まあ、期待値ですね。で、それをシャノンのエントロピーと言います。これはあの、シャノンの、あの、有名な論文の中にこういう定式化があります。 で今回は触れないんですけれども、あの今イマのエントロピーっていうのはこういうあのトレース、ロー、ロー、ロー。で、トレースっていうのはあの行列の対角成分の和ですね。これもだからシグマ、サムと一緒ですね。対角成分だけ足して足し合わせる。で、ローは密度行列というやつです、ね。で、これもだからホン今の,のあの数学、あの量子力学の数学基礎の中で、 あのこういう形で定式化されてる。上の方がだからほとんどあのノイマンこの、このボルツマンの定義です。これ、なんで N がついてるかは、今日の,あのシャトピー最後まで見ておけば、この N が出てくる理由が分かると思いますけれども、でそれをトレースで置き換えるという話をしていますで。今回やることは、ボルツマンのエントロピーからシャンノンのエントロピー。 だから k、k ログ g w ってやつから、えー、とシグマの PI ログ p, I, p i を導くことです。ただ結論から言うと、あのー、シャノンのエントロピーがそのまま、あのー、モルツマンのエントロピー SB から、あのー、シャノンのエントロピーがそのまま導かれるわけではないんですね。 で、ちょっと違うんです。でも、あの、基本的には同じものですね。まあ、細かいことを言うと、ポルツマンのエントロピーのログは自然対数で、定がいいんですね。だけど、シアンのエントロピーは、のログは、あの、2が、あの、定になってます。まあ、これは定数倍しか違わないということなんですが、まあ、あの、問題は先ほどの、あの、ホンノーマンの式面、ね。 ラージエ N ってのは何なのかっていうことに絡んでくるんですが、これはまた、あの、シャノンのエントロピー、まあ情報量でも、このラージ N は、あの、新しい解釈を持ちます。で、まず、あの、まず、ボルツマンの式から始めようということで、まあ基本的には W っていうのは、その K の持つ状態の数を、 全部数え上げたものですねでちょっとイメージしにくいかもしれないんで簡単な例であのかあのそのミクロな状態の数っていうのを考えてみましょう。まずこれ4つの箱からできている式とも考えてこの箱は赤は青、る青いずれかの状態を持つことにしましょう。 で、赤の状態の箱の数を N 赤、N サブ赤ですね。で、青の状態の数を N サブ青としましょう。で、そうすると N 赤と N 青を足したものは4ですね。で、この4つの箱で、まあ状態は赤と青。2つなんですが。で、どういう状態を取りうるかを、それはバイバキシンはいいんですね。で、例えば、 赤が0個で青が4個の場合。で、これはこういうみんな青。4個とも青ですね。で、これは一通りしかありません。で、赤が1個であの青が3個の場合にはこういうふうに、あの、4通りあります。これはだから、あの、まあ、でも言いますけれども、これは、あの、4の解状を、そのそれぞれ青の数。 の会場赤の数の解場で割ったも,ものですね。で、n が2で、あ、n じゃねえや、赤が2個で、青が2個の場合には、こういう、ごめんなさい、これ6通りですね、間違い、あの、計算はあった、4の解場、2の解場、2の解場で割ったものですから、えっ、ー、と、4が消えて、3×2×1 になって、6ですね。 まあこれはこうやって図で書いてみればわかりますね2。2対2の場合にはこういう形。で、同様に N、赤が3個で、青が1個の場合にはこういうふうに3通り。あいや、ごめんなさい。これちょっと間違えてますね。これ、あのー、4通りですね。あの、後でテキスト直していきます。すみません。で、 4通りあって、で、赤が4個で、青が0の場合には1通りしかないというふうになります。で、なんかこういうので意味があるかなと思うかもしれないですが、えっ、ー、と、ちょっとこれは N が 4, 4個の箱で、あの場合が2個、あの状態が2個の場合だったで、ちょっと極端な例ですが、N をずっと極端に増やしていく、例えば、 2色のペンキを混ぜる。これ、あの、状態は赤と青2つしかないんですが、混ぜたら多分紫になりますね。で、なんで紫になるのかっていうと、別にあの、赤と青のペンキの粒子は実は別に紫に変化するわけじゃないですね。赤と青がいっぱいかき混ぜて、 まあ、例えばこれ,これはあのペンキをあの立方体の中にあの詰め込んだんですが黒が赤で白が青だと思えば N の数が小さい時には先ほどの N が4個の時だったら目で見ても赤とははっきり分離しているのがわかります。でこのペンキの場合でも同じで N その要するに粒子の数が小さいと赤の粒子と青の粒子ははっきり 分かれま,あのまだら模様で見えるはずですね。でこの円をどん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 大きくしていくと、で、まだらは消えてきますね。で、まあ、そのことを、あの実はそのミクロな状態の数と関係があるんですけま、うん、略しますけれども あれとこれ、あ紫ってのですね、赤と青があのこういう形で配置された場合、その可能な状態の数って計算すると、こういう10の、ものすごくでかいですね、10の型にあの。これ、N があの10の24乗ぐらい。まあ、これ、普通そ,そんなにあの1モルだと思えばいいのかな。ボガドロ数がそんなもんだったような気がするんで。 で、その、あの、赤と青が、あの、同じぐらいある。交じ合ってるっていう状態は実は、あの、非常にたくさんあるんですね。ところが、下のように、赤と、あの、青が完全に分離してる状態の数っていうのは、あの、すごく少ないんですよ。それでも多いですけれども、ね、で、だから、未公な状態の数っていうのは、 あのー、粒子そのものは変化してないですねだからそれをマクロに見た時に我々は紫を感じてしまうでかき混ぜたということは実は赤と青の、あのー、それぞれの粒子はあのー、ペンキの粒は変わってないんだかかき混ぜた時に外から あのマクロにに見見るると違うものに見えてくるただそれは実はこの紫である可能性っていうか紫で見える状態の数がものすごく多いってことですね。で逆に言うとあのかき混ぜてもこういう赤と青に分離する可能性っていうのはあの極めて少ないということが あのその数を比較すればわかります。これはまた後でもう少し詳しく説明しようと思います。えっと今あの n が4個の場合と n が10の24乗という極端さがある話をしたんですが、で、もっと一般にあの n 個の箱があって。 でそのその箱がが取りるる状態が K 個あるとします。まあ、今までのでは絵の N 極端に10の二十何十までだからマクロの世界で、まあ、あの見えるぐらいの量にしたんだけど状態は2個しかあの取らないということにしたんですが絵のこの粒子があってそれぞれが稽古の状態を取る今までは赤と青だけだったらもっとたくさんあっても構わないっていう一 ン化して、てそれぞれぞのの状態の数を考えてみようと,いうことですまあこれは簡単に、あのー、上が、あのーまあ、インクの粒だと思えばよくて下がインクの色だと思ってもいいんですがでそのあるボックスがある状態 i を取ると i はだから、あのー、1から k まで稽古あるんですけれどもこの線で結んだとしますでこの図だったらあのボックス1は状態1を取って僕1234 4番目かね。ボックス4は状態2を取る。で、そのボックス N は、えー、と状態4を取るということです。まあこういうのをいろいろ考えて、まあこの例だったら、あのボックス1が状態2を取って、ボックス3が状態1を取って、ボックス4が状態4を取って、あのボックス N が状態 K を取る。で、まあ他の線は省略してるんですけどね。 だ注意してほしいのは、この例のように、えーと、N 個のボックスの中の3個が全部同じ状態を取る。これ先ほど見ましたように、例えば N が4個の場合で全部赤というのは、あの4個とも同じ赤という状態をとってるということなんで、あので、ー、1つの箱だけじゃなくて、たくさんの箱が、あのー、共通の状態をとることがあり。 ということですね。だから状態が何個のボックスで共有されてるかをあの Ni 状態 i があの何個のボックスで共有されてるかを Ni、n サブ i ですね。で表すことにすると,、えー、と N1 プラス N2 プラス N3 プラス Nk ていうのははだから状態の数ですね。これは N になります。それは先ほどの あの赤の数と青の数を足すと4になると同じことですね。それを一般に書いたわけです、ね。で、こうなった場合に N 個のボックス、稽古の状態からのシステムがどういう可能の状態、それはあの組み合わせで、で、その W っていうのは N の階状をそれぞれの色のか色というか状態の数の階状で割ったものになりますね。で、これでまあその ボルツマンの定義であったミクルな状態の数まあ大体大まかこういう感じで表される。で、これのログを取ります。で、ボルツマンのエントロピットな、あの k、k グ w なんで、今のその会場で表された、えっと、W の値を、あの、そこに代入すればいいわけです。ただ、会場を扱いにくいんで、で、 会場の近似式。これは有名なスタイリングの公式っていうのがありまして、ログ N の会場というのは N ログ N マイナス N です。これを使ってログ W を計算します。で、まあ、この先ほど見たようにログ W っていうのは先ほど見た N の会場をそれぞれの、えー、と要素の数 あの状態の数 N1、N2、N3、NK のそれぞれの階乗で割ったものなのでそれのログを取るとこれはログの N の階乗マイナスログの NI の階乗の,の相場ですねあのサムになります。でそうするとそれぞれにスタイリングの公式を入れるとログ N の階乗というのは N ログ N マイナス N になりますし えっと、ログ NI の解状のシグマっていうのは、このシグマの内側の NI、ログ NI、マイナス NI。これは機械的に、あの、スタイリングの公式を適用しただけです。でところがですね、これ、実は、あの、これがログ W の値なんですけ簡単にできるんですよ。先ほど見たように、NI の和っていうのは、 です先ほど赤の色と青の色が4になって同じなんででこれをやるとあのー、左のマイナスエ N と今右側の端のシグマの中にであの Ni これはあのー、シグマ Ni は N になりますのでこれ消えちゃいますだから残った項はエ N ログ N とマイナスシグマのエ Ni ログアイというふうになります で、だから、ボルツマンの、あの、本体、ログ W の N ログ N マイナス NI ログ N、IL、の、あの、相和。ということで、あとでこれ、あの、PDF で、ゆっくり、後で追ってみてください。自分で手を動かして確かめた方がいいと思います。で、まあ、このログ W イコール N ログ N マイナス N ログ NI の、あの、相和。 で、ここはちょっとトリッキーというか、まあ当たり前というのは当たり前なんですが、ね、あの、それぞれの状態の数、まあ Ni というあの状態を取るあの要素の数、それを Ni。それを N で割ります。それを Pi とします。でそうすると当然 Ni は Pi に N をかける。これは何かというと、例えば赤と青のあの、パンキを混ぜて、赤の 量,あの量が非常に多いと赤っぽい紫になりましたな。青のペンキの量が多いと青っぽい紫になりますね。だからその N 分の Ni っていうのは例えば赤と青2個しかないとすればえっ、ー、と赤のペンキのパーセントと青のペンキのパーをあの Pi と置いたものですね。 で、ni を足したものは n、ラジエンになりますので、で、当然、この pi を足したものも1になります。pi って確率ですね。まあ、先ほどって言いましたけども、赤の,あのインキのパーセントと青のペンキのパーセントを足したものがセントになるはずです。それと同じことです。だからこうすると、また別の変形ができて、えっ、ー、と、ログ w、 でその全部 n ではあります。そうすると n ログ n はログ n になって、で、n 分の1の,あのシグマの ny ログ n はなるんですが、この n 分の1を内側に入れますと、n 分の、ラージ n 分のスモール ni とか、で、そういうこうそれが pi に置き換えます。それからもう一つの式で、ni っていうのは pin ですから、 で、そのログの内側を PIN で置き換えます。で、そうすると、で、これはログ N マイナス P6N と、で、これは積ログの積なんで、あの、こういう形で、あの、ログの方が分岐、p i ログの根が分岐されます。で、PI の積っていうのは実は1なので、 あの、pi を足したものは1なので、で、この、あの、式の、えっ、ー、と、先頭のログ n と、一番最後のシグマ pi ログ n っていうのは、ログ n は定数ですんで、pi のサブ、あの、相はなりますで、これは、えっ、ー、と、pi を足したものは1になって、結局ログ n マイナスログ n になって、 この項も消えてしまいます。だから結局、n 分の1ログ w というのは、あの、マイナス、あの、シグマの pi ログ pi。で、ここが残ります。で、ログ w というのは実は、ボルツマンのエントロピーなんだ。ボルツマンのエントロピーというのは、だから、あの、n 倍、p、マイナス pi ログ pi のシグマの n 倍だということになります。で、まとめて書くと、あの、エントロピー、ボルツマンのエントロピーは、 なんで,で、このログ W のところに先ほどの、えっと、N 倍のシグマ PI ログ PI で、これを入れるとこういう形になります。N が残ってますね。これは先ほどの,あのフォンドの定義でも N が出てたの要するにこの N というのはその要するに粒子のインクで言うと粒子の数、赤と青のあの,インクの粒がキの粒が あの合わせて何個あるかってやつですね。それが、ラージエン n です。で、これとシャンエンのエントロピーを比較しますと、えっと、この、まあ、定数マイナス、ラージエン n k とかラージ k のところは違ってますけれども、えっと、後ろのシグマの PI、ログ PI というのは全く同じ形をしています。 で、まあそういう意味で、あの、ボルツーマンの K6W。W が、あの、状態の数を数え方のだとしたときに、で、このシグマ PI6PI っていうのが出てきて、まあシャノンのときにと、あの、 同じ形。まあ、定数倍だけ違う。ただ、これはもっと実は違いがあるんですよ。あのー、ボルツマンのエントロピーは、あのー、これは自然対数ですね。Ln。だから、t がい、e、いです。で、シャノンのエントロピーの場合には、これはログの t に 2, 2を使いますので、まあ、そこでもまた定数倍だけ違います。まあ、いずれにしろ、 あのシャノンのエントロピーに n をかけたものっていうのがボルツマンのエントロピーにあの同,じく同じになるという奇妙な関係。でシャノンあのボルツマンの場合の n っていうのはその、まあ、量子の,あの数だと思って解釈されればいいんですがでシャノンのエントロピーに n をかけるってのは何なんだ っていうのはこれからまた、あのこれはまたなかなか、あの情報理論としていろいろ面白い応用がある。まあこれ、単的に言うと N は情報理論のメッセージの数なんですよ。で、その辺の話はまた後でしようと思います。まあ今日やったことは、ちょっと数式がたくさん出てきて分かりにくかったかもしれませんが、えっ、ー、と、その K の状態の、あの、 数数を数え上げるという W の定義からシャノンのエントロピーボルトンは Pi ログ Pi のシグマっていう、まあ、マイナスすぎますねマイナス Pi ログ Pi っていうの形が計算で導かれるということが一つのポイントです。でまあそういう意味ではあの何か同じものを反映して、まあ、それが両者に共通するエントロピーの概念だと思って もらえればいいと思いとま今日のは少し式の変形に重きを置いた形になっていて、まあ、そのことの意味についてはまた別なエピソードで紹介しようと思います。